話してんだろって言ってる。俺の方見るんだろ。友達親子とは対照的な雷親父を発見。格好がバカです。これこれお前消えてるか。張り詰める緊張、そこには父親の威厳がありました。誰とも今話したんだよ。俺が話してんだろって言ってんの。俺が今話してんだろ。俺の方見るんだろ。平成の雷親父、清水健。まだ夜明け前の午前5時、清水家の朝が始まります。清水さんは部屋まで出向き、子供たちを起こします。グロ、飯だぞ。家族全員揃って朝食を食べるのが一家の決まり。飯だ。食事中のテレビは禁止です。じゃあ食べよう。はい、いただきます。いただきます。食事の間、清水さんの視線は常に鋭く子供たちに向けられます。なんで、なんでなんか刑務所みたい。刑務所の監禁みたい。怖いな。ピンと張り詰めた緊張感。何見てるの。俺もってそれだけ。少しでも気に入らないことがあると、こぼれるぞ。そんな持ち方してると食べ方が悪いんだ。食べ方が。清水家では父親がとにかく絶対的な存在、決して逆らうことはできません。日常生活には厳格なルールが存在します。その中の一つが買い物。荷物を持つのは常に子供たちの役目。重い荷物でも親父は手ぶらです。たとえクッキーが目の前にあっても、親父の許可がなければ手をつけることはできません。目を覚ますまで子供たちはじっと待ちます。夜8時が子供たちの就寝時間。中学2年生の長男翼くんも例外ではなく、同じく8時です。寝るわ。やな、おやすみ。どうしたんだよ。機嫌が悪い時にはさらに就寝時間が早くなることもあるといいます。自分で稼ぐようになるまでは何歳になっても子供。こうしたポリシーを貫くのは厳しかった父親の影響だといいます。もう意にそぐわない時は言葉の前に手が飛んできましたからね。自分の子供の時の生活の父親が一番でしたから。お父さん好きか嫌いかで言ったらどっち。1週間ぐらいですね。好きな時もあれば嫌いな時もあるし。怖くて言えないよね。怒鳴り声が響く食卓。消え入れてろか。この日、清水さんの前に刺身の盛り合わせがありました。親父のためだけの一品。子供たちは手を出すことが許されません。夕食も終わりに近づいた頃、よく見ると清水さんは甘エビに手をつけていませんでした。
そして子供たちが食事をきれいに平らげたのを見届けると、自分で食べたりする。息子やるよ。俺カレンはありがとうございます。厳しさの中に垣間見える親父の優しさ、よく叱るからこそよく子供を見ているのです。あえて切られてても嫌がられてても思想を言ってるのは将来のためにと思ってやりますからね。核がないと家庭そのものが崩壊すると思うんですよね。みんな点でバラバラになって、でその中で父親が果たすっていうのはやっぱりその核になる部分だと思うんですよね。子供との間に一線を引きながら溢れる愛情を注ぐ。この首のサワサワで下引っ張ってみ。それが雷親父清水さんの生き方なのです。そういや対照的な2人のお父さんを紹介しました。これパッと見た時に大抵自分の親のことがあるでしょ。だから父親にやられたことを子供にやるみたいな感じがあるじゃない。これは芸能界でいうと師匠と弟子の関係と同じだな。すごいきつい師匠に育てられたあの芸人は自分の弟子に非常にきついのよ。で俺らみたいに師匠はいい加減で好きなことやれっていうのは俺は人にいい加減なのよ。 あれだから芸事で同じことがあるね。受け継がれていくものなんですかね、うん、まああまり名前出しはあるけど鶴太郎の師匠すごいきつくて、うん、鶴太郎すごいもうひどい目にあったんだけど、鶴太郎やっぱり弟子も同じようなこと俺が見ててお前やりすぎだろってぐらいやっぱきつかった、うん、あのしつけが厳しかったね。あ、まああと指定で言うとやっぱり師匠があんまりにもだらしないと反面教師というかねしなきゃっていうふうになりますよね。自然と反面教師でね。だいたいお前はなんでここにいるんだよ。だいたいお前は学校中退じゃねえか、お前は。そんなことあんたがろくなこと言わないから止めなきゃいけないんですよ。高さんは必要なんです。あの黒谷さんにお伺いしたいんですが、はい、どちらのお父さんが黒谷さんだったらいいですか。あ、すごい困る、迷うですね、迷いますね。黒谷さんは師匠は誰だ。師匠ですあの、あんまり師匠とかいないと思います。親子や勝江さん。でも黒谷さんのお家はどうだったんでしょう、はい、お父さんも厳しかった。名前では呼ばないタイプのどちらかというと、どちらかというと厳しめの感じで、だけど名前で呼び合うとすごくなんか距離が縮まって悩みも何もかも言えそうな雰囲気は私の父にはないので、なんかちょっと羨ましくも感じましたけど。これでも吉住さんが親父さんに死んだろうって言ったらどうなんですか。それはだから、だから僕も今考えたんですけど、今の2つの家族どっちにもルールがあるじゃないですか。そのルールだからこれは他人はどうにも言えないじゃないですか。で僕今日ほら威厳があるのとあの友達のようになって、で僕はやっぱりうちの親父はまあどっちかというと威厳があるっていうタイプだったと思うね。じゃあ自分はどうなりたいかってやっぱり父親のようになりたい部分ってあるじゃないですか。だけど友達になった方が楽は楽なんだよ。そのこう入っていきやすさ、そこでやっぱりコミュニケーションを取らないと、やっぱり2人とも立派だったじゃないですか、コミュニケーションを取ってるから。じゃあどっちが取りやすいかって友達の方が取りやすいなとは思うんですよね。でもどっちがどうであれ、うん、2人ともお父さんが子供と深く関わってますよね、うん、こうないがしろにはしてないから、うん、多分どっちも正解だと思うんですけど、うん、とにかく2人目のお父さんがジョーダンズの三股さんにしか見えなかった。似てる。おみさん、あのこういう家庭増えてるんですか。スナックまたぞ。友達のような関係の親子って言いますよね、はい、それは増えてますよね。でただやっぱり問題なのはどちらがいいっていうふうに単純に言えることじゃなくて、信頼関係があって子供がちゃんと尊敬できてるかっていうね、そこだし、お父さんやっぱり形は違うけれど愛情が伝わってるかっていうところがポイントだと思いますよね。でも子供が、あ、なりましたよ、はいはい、では日本人の二択率第2問の結果発表に参りたいと思います、はい、第2問はあなたの理想の父親は A 少し怖い威厳のある父親、 B 何でも話せる友達のような父親という質問でしたが、はい、ちょっとじゃあ引き続き小木さん、はい、A、B で選ぶとすればじゃあ小木さん自身はどちらがいいという。僕はね、あの自分の家庭でも B ですから B です。はは、友達のような父親、あのさっきおっしゃったようにその方が楽だしね、はい、だけれどもね、まず伝えられないっていう危険もありますから難しいですけれども、うんうん、あの僕は B ですね。 B という友達のようなということですけれどもね。矢口まりちゃんは、はい、実際にお父様はどうですか。私も B です。あの私思春期でもお父さん嫌いになった期間が一回もないですね、やっぱり。あ、はい、俺も矢口ちゃんのお父さん嫌いになったことない。会ったことないでしょ。
いかがでしょう、 A、B どちら。私は A ですね。あ、こちら、なんだろう、父親はすごく怖いものを、その最終兵器として、うん、うちは最終兵器でうちの旦那を使うんですね。あ、お父さん呼んでるよって言うともう縮み上がるんですね。でもその怖いばかりじゃなくて、優しさとかその愛情がちゃんと出てれば、子供たちって尊敬しながらも父親のことすごく大好きになっていくので、うん、私は核として、だ家だけでじゃなくて僕らにとっても威厳があって少し怖いね。本当にあの大変ご迷惑をかけてます。いい、とんでございません。これたけしさんはお嬢さんに対してはどちらなんですか。俺、うちはあのせがれがね、俺のとこね、久々に家帰ったら、あ、たけしだって言ったんだよ。じゃあ B です。あ、たけしだ。お母さん、俺んちにはたけしが来るぞって言われた。これは仲いいわけではないですね。全然話したことないし、威厳があるという問題じゃないね。うちにはたけしが来るっていうだけだ。A でも B でもない。呼び方はたけしだ。たまにたけしが来るっていうだけだ。さあ、ではですね、はい、第2問の結果を発表いたしましょう。あなたの理想の父親は、少し怖い威厳のある父親、 B、 何でも話せる友達のような父親。そうなんです。日本人の選択は、さあどう出るでしょうか。あっと、割れました、割れました。少し威厳のある、あ、少し怖い威厳のある父親 44%、 友達のような父親 56% という結果です。はい、さらにですね、年代別の興味深いデータも出ています。こちらご覧ください。はい、10代また60代で見ていきましょう。はい、10代以下で見ますと、友達のような父親がいいという人が 77%、 一方60代以上で見ますと、今度は少し怖い威厳のある父親がいい 64% と、こういう割れる結果となっております。はい、さて実はですね、今日怖いお父さんとして登場していただきました清水さんのお宅と中継がつながっています。清水さん、こんばんは。三股さんじゃないですよ。もう怖い顔してる。これは起きてていいの今。あ、清水さん、まだ今日は特別いいんだ。お子さんたち時間8時になりましたけれども大丈夫でしょうか。ええ、今日は特別に許可してます。あ、そうですか。ちょっと気になるな、隣で奥さんが疲れ切った顔して。疲れ切ってない。まるで廃人のような。そんなことないでしょ。いろいろ清水さん、スタジオの皆さんから質問させていただきますが、よろしくお願いします。清水さん、正蔵さん、はい、清水さん、あのお子さんたちそれ8時までに、まあ、いつも寝かしてるわけですけど、いくつまでその8時とか、そのこの後も決めてるんですか。まあ、この家出るまでじゃないですかね。え、じゃあ20歳までいたら、20歳になっても8時に寝かせられるんですか。8時にはもう部屋行けって言いますね。あ、子供たち今ちょっと固まってる感じするんですけど。眠いんじゃないですか。眠いのかな。将来になんか絶望的な、なんか顔を今しましたけど。子供たちに聞いてもいい、ね、子供たち、そうですね、お子さんに質問もありますね。実はもっと遅くまで見たいテレビがあったりして、起きていたいと思うことはよくありますか。あります。ああ、そうです。ある時はあるね。ある時はある、うん、そういう時は反抗しないの。ここでは言いにくいよね。そんな親父ぶん殴って家出ちゃえばいいじゃないか。いやいやいや、怖い怖い、できるわけないでしょ。そんな、できないんですか ね、でもお父さんね、あの基本的にそんな嫌いとかじゃないんだよね、みんな ね、あのさ、みんなで食べてる夕飯は楽しいですか。ご飯の時間は楽しいですか。うーん、どちらかというと美味しい。普通です。あの一番上のお兄ちゃんはね、困るとね、普通ですって答えますよ。普通ですっていう ね、あのお父さんに質問なんですけれども、将来息子さんたちが大きくなって結婚しますよね、はい、そうしたらお父さんと同じように厳しい父親になってほしいと思います。まあそうですね、やはり同じようになってほしいかなと思います。うーん、お父さん、さっきあのご飯食べてるとこ見てたら、ずっと子供の自分の飯よりもずっと子供がどうするかね、厳しい顔で観察してたじゃないですか。俺はなんか子供のことよりもね、はい、このお父さんって生きてて楽しいのかなと思って。実はものすごい無理してないですか。いや、そんなことないですよ。まあ、あのうち唯一食事だけはまあ厳しくしつけようかなと思ってるんで、うん、あとは比較的自由です。あ、他の時はニコニコしたりするの。しますよ。
そろそろ上着を着ようとか思ってもうしばらくこの格好でいいかなと。あ、家の中はね。すいません、お父さん、一つ聞きたいんですけども、なんかしでかした時に子供を殴るっていうことはあるんでしょうか。まあ、時々ありますね。それはかなりハードめにガツンといきますか。なると思います。あ、そうですね。お父さん、さっき の, お父さんの前に出てきた家族の VTR って見てました。見ました。あの家族はどう思います。ヒロシって呼ばれてる、まあ、ちょっと親とこの線がないのはどうかなと思いましたね、はい、実はその対照的なお二人がご対面したんです、うん、そうなの。はい、それでは皆さん、どんな話し合いの結果になったんでしょうか。ご覧いただきましょう。二人で付き合っちゃったらどうするの。会いたくはないですね。このまま帰っていいって言われればこのまま帰りたいぐらいの、はい、今の状態で子供を叱れるのかなっていうのは思いますね。友達親子と雷親父、全く正反対の二人の父親がお台場で出会った。緊急対談、父親ってなんだ。互いの映像を事前に確認。友達親子ヒロシ、雷親父清水、2人の対談が始まった。正直思ったのが、はい、果たして子供に名前呼び捨てでいいのか、あれも許していいのかなっていうのはちょっと正直疑問には思ったんですよ。なんて呼ばれようと愛情さえ感じてれば、私が、あ、こいつは俺のことを思っているな、お父さんと呼ばれようが、ヒロシと呼ばれようが、どちらでもいいんじゃないのかなと。僕も父親厳しかったんですよ、はい、で、自分がやっぱり子供を持って初めてね、その厳しさの中の優しさが分かったかなっていう面があるんですよ。父親ってのは絶対だぞっていうのだけはね、外せないなっていうのが自分の中ではあったんですけど。基準になるものっていうことですか、家庭の中で。ガツンと言ってその時は反発するだろうけど、後々は分かるよっていう育て方も分かりますし、自分もそうだったんで分かるんだけど、私はそれが嫌だったんですよ。嫌でしょうがなかった、本当に嫌で。後々分からせるんではなく、今分からせるにはじゃあどうやったらいいんだろうかって言った時に、うん、友達のような付き合い方もしてもいいんじゃないだろうかと思ったんですけどね。もうありますよ、親が厳しかったから子供には優しくしようって、はい、自分には優しいつもりですけどね、すごく。いや、厳しいですよ。いやいや、長男にはね、もう厳しくやってますんでね。で、いつでもね、文句あったら俺に来いよって言って言うんですけどね。いけませんよ、俺あと10年は毎年死ねえからなって。それはいけませんよ。何より上はね、動物可愛がってね、すごくまあ優しい性格なんでね。動物もいいですよね。動物はいいですね、子供はやっぱり。二人とも優しいんだよ。それ辛いですね。猫捨てるか、お父さん捨てるって言われちゃって、たまったもんじゃないなと思って。一応猫は入ってるんですよ。それで、社会に出て本当にこいつは一人で食っていけるんだろうかとか。同棲しちゃうんじゃねえのか。心配になる時もあります。大丈夫か。実際。これはみんな多分ね、僕もそうです。今でも試行錯誤してやってますしね。で、夜に果たしてあれでよかったかななんて思うこともあるし。最後にそれぞれが考える父親の役割について書いてもらった。せーの。ひろしさんは家族の中の潤滑油、そして清水さんはあえて嫌われ役と書いた。悩み試行錯誤してきた2人の親父、形は違っても子供を思う気持ちは変わらない。なんか2人が個室にいると怪しい関係になりますね。怪しくないです。なんか喋りながらテーブルの下で手に握ってんじゃないの。なんか妙な感じがしよう。お二人の共通している部分は本当に子供のことを思って優しいですよ。このこわもてのお父さん、よく見たら可愛い顔してるからね。清水さん、気が、ね、本当は優しい人なんじゃないの、はい、本当は優しい人なんじゃないかとスタジオで無理してんだよ、盛り上がってますが、あ、ほら、あ、自分で優しいつもりですけど、はい、うん、普段ちょっと無理してんじゃないですか、お父さ ん子供の教育のためにキャラ作りすぎてんじゃん。そんなことないですよ、自分の機嫌次第ですから。機嫌次第。でも奥さんに聞きたいですね。どうなんですか、奥さん見ててどう思われてるんですか。厳しすぎるなと思ってるのかとか、もう少し優しくしてあげた方がいい。
いえいえ、厳しすぎはしないです。私は賛成です。あ、奥さんには優しいんですか、旦那さん。今旦那さんの表情が今かなり緩んできましたよ。ほら恥ずかしい。でもまあそれは子供3人も作ってるわけです。いいからもう言わせに。子供いるんですから。お父さん、ひろしさんに会われて何かちょっと変えようとか思ったりはしませんでした？自分もちょっと名前で呼ばれてもいいかななんて。いや、そりゃないですね。でもひろしさんに納得する部分もいっぱいありましたよね。そうですね、やっぱ子供に対する相性っていうのは一緒だなと思いました。形は違えどっていうことですね。ひろしさんのことは好きですか？個人的にはよく知らないんだよな。はい、すいません、変な質問しちゃってね。最後に一つだけ、ちょっと、はい、そのタンクトップ何枚持ってるの？何枚でしょうか？かなりありますよ。かなりそうですか。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。どうも、ご家族の皆さんもありがとうございました。